はい、こんにちは、みつるです。今回はですね、FX でありがちなコツコツと不安の悪循環を、わずか30分で脱出する効果絶大な方法について、お話をしていきたいというふうに思います。今回のですね、今回お話しする方法を試すことで、これまでですね、せっかく積み上げた利益を1回のそのミスでですね、もう全部飛ばしてしまうっていうような、そういう悪循環から抜け出して、しっかりと、コツコツでもですね、利益を、積み上げていけるように、なることが、できます。で、早速ちょっと説明していきたいんですが、そもそもですね、なぜそのコツコツドカンを繰り返すのかですね、ここをまずですね、知る必要があるんですね。ここは非常に重要な部分になります。で、結論から言うとですね、毎回同じことと同じミスをですね、やってるから、なんですよ。それだけの話なんですよね。で、コツコツドカンっていうのは結局、1回の致命的なミスで、それまでの利益を全て飛ばしてしまうってことがほとんどのわけですよね。で、そのミスをした時に、人っていうのはその時は後悔をするわけですね。で、その時は後悔するんですけども、感情が落ち着いてくるとまた同じことをやっちゃうんですよ。で、ここをどうにかしない限り、コツコツドカンっていうのはですね、治らないんですよ。じゃあどうやって、それを治すかっていうことについてお話をしていきます。まずですね、トレード記録をつけるということが非常に重要になってきます。この方法を試したい。で、もうすでに、つけてる場合は、それを活用していただきたいなと思います。で、トレード記録をつけてる場合は、もう本当これ30分ぐらいで終わる作業になるんで、で、トレード記録ない場合は、ちょっとですね、できれば1ヶ月ぐらいのつけていただきたいなというふうに思います。で、特に何の記録をつけるかっていうと、コツコツとやっちゃった時に、記録をつけるべきなんですね。で、ドカンをした時になぜそうなったのか。その原因を記録するんですよ。ここが非常に重要です。原因を記録するんですね。で、特定した原因を絶対やらないことリストにリストアップする。ここが、キーポイントになってきます。で、原因っていうのはじゃあ主にどういうものがあるかっていうと、例えばよくあるパターンとしては、指標発表をやらないつもりだったけど、なんか動いたからやっちゃったとか、要するに事前の準備とかを一切しないで、もう超反博打でですね、トレードしちゃうケースが多いんですよ。コツコツドカンが起きるときっていうのは。あとは、ロスカットすべきポイントでしなかった。リグるべきポイントでしなかった。こういうケースが、非常に多いです。要するに、もともとロスカットをしようと決めてたポイントを、以上行ってしまったのに、戻るだろうと思って、せっかくここまで勝ったんだから、勝率俺今 80% あるし、ここで負けちゃちょっと嫌だよね、みたいな。そういう感情で、ルール変えちゃうっていうことですよね。そういう根本的な原因を特定して、で、それをですね、絶対やらないというリストを作って、そこにリストアップするんですよ。で、トレードって基本的にですね、やることを決めていくじゃないですか。やることリストっていうか、じゃあこういう時はエントリーする。こういう時売買する。こういう時リグみたいな。やることリストをみんな作るんですよね、最初に。で、それ確かに、それはそれで重要なんですけども、一番最優先してやるべきことは、やらないことをまず決めるっていうことです。で、これをネガティブリストというふうに呼びます。よくですね、軍隊と警察の違いは何かみたいな、説明がされるんですけども、警察はポジティブリスト。こういうことはやっていい。こういうことはやっていい。こういうことはやって OK。で、軍隊の場合は逆で、これだけはやってはいけません。例えば、捕まえた捕虜を殺すとか、民間人を殺すとか、もうほんと最低、もう何個かですね、20、30ではなく、もう数個のネガティブリストだけで、構成されている場合が多いんですよ、軍隊っていうのは。で、絶対やってはいけないことはやらないけども、それ以外のことはやっていいですよっていう風にすることで、軍隊の行動範囲とか自由度が増すわけですよね。いわゆるグレーゾーンっていうのがあるわけですよ。で、相場にももちろんありますけども、要するに、黒とも言えない、白とも言えない状況で、ポジティブリストしかないと、これはやっていい、これはやっていいみたいなのしかないと対応できないんです。だから、これだけはやっていけない、でもそれ以外は OK っていう風にしておくと、プレイゾーンに対応できるわけですよね。で、トレードでこれを応用しようということです。この軍隊のネガティブリストで、何個かリストアップします。で、そのリストはもう死んでも守るという前提でやります。これは本当に大真面目に。例えばさっき言ったように使用発表はやらない。準備のないトレードは絶対しない。例えばちょこっと取れそうだよなとかあるじゃないですか。あ、ここちょっとなんか10ピプスとか取れそうだな。ちょっとやっちゃえみたいな。で、そこからずるずる引かされて、で、難品とかしちゃって、大負けしちゃうみたいなことが起こるんですね、実際。起こるんですよ。しょっちゅう起こるんですよ。だってそれが原因であるならば、絶対やってはいけないんです。あとは例えば資金の 5% とかで、必ずロスカットするとか。こういう風に、絶対やらないことを3つか4つほどリストアップします。で、多すぎない方がいいです。多すぎると、混乱しますので、3つか4つほどでいいんです。何が何でもやらないことだけリストアップする。で、それを守る。何が何でも守るんです。絶対的に守るんです。これだけで、コツコツドカンをですね、意識的に、回避することができますが、逆に言えばこれをやらないと、コツコツドカンはもう抜けられないんですよ。脱出できないんです。で、結局、いつか取り返しのつかない負けをして退場することになってしまうんですね。だからできればですね、なるべく早くこのネガティブリスト自分なりの自分が、コツコツドカンをやってしまうその原因を特定して、それをリストアップしてネガティブリストを作って、それを絶対守ると、その前提でトレードをするってことですね。これをぜひやっていただきたいなというふうに思います。で、もっと突っ込んだですね、トレードスキルの上達法とか、上昇トレーダーになるためのトレーニング法などなどは、メルマガの方で公開してますので、興味あれば登録してみてくださいと。説明欄から登録できます。ということで今回は以上です。ありがとうございました。